今日も喋るぞファインさんの頭の中はいどうもこんばんはシナリオクリエイターのザガがき一言ファインですファインさんの頭の中この番組はファインさんのファインさんによる好きと学びと思いを発信するためのラジオですということでスポティファイ a m a z o ミュージック、YouTube ポッドキャストで本ラジオをお聴きの皆さん、はじめまして、ファインさんの頭の中、パーソナリティのファインと申します。どまもまえ、そしてですねえ、音声投稿サイトヒアでいつも通りこのラジオをお聴きの皆さん、えー、まあ、いきなりね、何事と。 いつもの挨拶がちょっと違うぞと思った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、なんとですね、えー、今回からこのファインさんの頭の中ですね、配信プラットフォームを拡大してのお届けとなっております。ということで、えー、改めてなんですが、えー、今回からですね、Spotify、Amazon Music、YouTube Podcast、そして音声投稿サイトヒアのね、4つのプラットフォームでこの番組が聴けるようになっております。 えー、ぜひね、皆さん、聞きやすいプラットフォームを選んでですね、えー、これからも聞いていただければと思っておりますし、えー、新しいプラットフォームの皆様はね、もちろんこれが初配信という立ち位置になるかと思いますので、えー、これからね、えー、この番組を応援していただけると、というかね、楽しんでいただけるとね、まあ、嬉しいかなと思ってあります。はい。 あの、ヒア以外のね、プラットフォームで聞いていただきますと、倍速再生なんかもね、できるようになるということがありまして、スポティファイに至ってはですね、なんとね、3.5倍速までね、選べるということがありますのでですね、えー、皆さんのね、お時間を有効に使う形でね、私の長話もね、圧縮して聞くことができるようになるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひね、ご自身が、えー、いつも聞いてる プラットフォームとかね、使っているプラットフォームがあれば、まあ、ヒア以外でもね、そちらを使って聞いていただければと思います。ということでですね、今回はですね、まあ、プラットフォーム拡大に伴うプレ配信みたいなね、立ち位置の放送にしたいなと思っております。主にはですね、まあ、新しいプラットフォームでこの番組を見つけていただいた、新規のね、リスナーの皆様向けにですね、この番組と それから喋っている私ですね。私について知っていただこうという会になっております。ただね、ヒアードを聞きの皆様の中にも、このタイミングでね、たまたま初めて聞くよという方がいらっしゃるかもしれませんし、なんとね、今回の拡大に伴ってですね、今までこの番組ではなかったコーナーの概念だったりとか、それからですね、お便りの受け付け方なんかもね、変えようかなと思っておりますので、 えー、新規の方も、えー、既存の方もですね、えー、ぜひぜひ最後までお付き合いいただければと思っております。というわけで、えー、早速参りましょう。えー、まずはね、えー、このファインさんの頭の中がどういう番組なのかというところの説明からね、していきたいなと思うんですけれども、えー、ファインさんの頭の中はですね、音声投稿サイトヒアーにて、2020年7月からですね、 おおむね毎週日曜日に配信を行っているラジオとなっております。まあ、ですので、まあ、実はもうね、4年目という番組になっておりまして、放送回数で申し上げますと、え今回が152回目という番組になっておりますね、うん。で、じゃあどんなことを喋っているのかと申し上げますと、ファインさんのファインさんにある好きと学びと思いを発信するためのラジオ。 というものをね、えー、コンセプトにししてておりまして、えーまあ、ファインさんの頭の中というタイトルの通りですね、えー、その配信集に、まあ、私の頭の中に浮かんだことを、まあ、そのまま喋っていくラジオとなっております、まあ、ですので、まあ、主にはね私の趣味だったりとか、えー、気になったニュースの話だったりとか、えー、それから、まあ、ふとね思いついたこと漠然とちょっと思っていること 考えみたいなことをね、喋ってみたりとか、まあそういったことをですね、まあ発信していくラジオになっております。ですので、えー、いわゆるね、まあボイスログ、まあ音声版のブログですね、えー、そういったね、えー、ジャンルの番組になるかなとは思っておりまして、まあ基本的にはね、まあ私から えー、皆様に向けて私が思っていることを一方的にしゃべるというね、まあ、一方通行になりがちなね、えー、番組になるかなとは思っているんですけれども、えー、今回からはですね多少ねコーナー的なものも、えー、用意しておりますので、えー、皆さんとね双方向的なコミュニケーションも、えー、取れるような形にはしていきたいなと思っておりますのでお楽しみにしていただければいいなと思います。 でですね、えー、この番組、じゃあどういった方におすすめの番組かということをね、お伝えしておきたいなと思うんですが、もうね、たった一つの要素に尽きるかなと思っております。えー、私に興味が湧いた人、うん、これに尽きるかなということでね、えーまあ、そんな人いるのかというところもあるかもしれませんが、 私実はですね、いろいろな活動をやっているとか、いろいろな趣味を持っているとかね、そういったところがありますので、もしかしたらね、何かしら引っかかるようなところがあるんじゃないかなと思うところもありますので、まずはですね、ファインさんのことを知っていただこうということで、今からね、ざっくり自己紹介をしようかなと思っています。 えそれを通じてですね、なんかあ、自分と似たような趣味を持ってるんだなとかね、ここ共通してるポイントだなとかね、あこういう人なんだ面白いなとかね、まあそういうふうに思っていただけたら、もしかしたらね、えー、このラジオを楽しむ素質があるのかなと <laughs>、まあ楽しんでいただけるんじゃないかと思いますので、えー、まずは自己紹介の方を聞いていただければ嬉しいなと思います。 でではでは改めまして、シナリオクリエイターの湯坂明人ことファインと申します。ってことでね、えー、まず皆さんが気になるんじゃないかなと思っているポイントはですね、えー、シナリオクリエイターの湯坂明人って繰り返し言ってるけどなーにっていう話ですね。まあ、そこからね、えー、簡単に説明をしていきたいなと思っています。まあ、といってもですね、まあ、別に難しいことは何にもないんですが、えー、私ですね、えー、湯坂明人というペンネームで、 文章を書くことをね、細々とやらせていただいておりまして、えー、特にここ3年ほどはですね、まあ、こうして自分自身が音声活動を始めたということもありまして、同じようなね、音声活動者さんに向けて、配信の中でお使いいただけますよというようなね、まあ、シナリオだったりとか、台本だったりとかをね、執筆する活動をしております。 でおかげさまでねあの朗読に使っていただいたりとか、えー、ボイスドラマ化していただいたりとか、えー、結構数々ね、えー、使っていただいているというような状況でございますねはいでですねまあ3年より前はですね、まあ、主に小説を書いていた人間でございまして実はね物書きということで申し上げますとかれこれね20年ほどの歴にはなるのかなと思います 思っております。はい。まあ、ただね、えー、ありがちなんですけれども、そのね、20年の中でも、えー、すごい書いていた時期と、えー、全く書いていない時期がね、えー、ありますので、20年間ずっとね、書、えー、いていたよというわけではないんですが、まあ少なくとも最近はですね、えー、毎月最低1本は新しいシナリオを発表するというペースでね、えー、活動を行っております。で、えー、こういうふうに言うとですね、 じゃあ20年書いてきたと言うけどお前は一体何歳なんだと、えー、思われる方もねいるんじゃないかなと思うんですが、えー、私ね年齢を全く隠していないでおなじみですので、あのー、言ってしまうんですけれども、えー、今年で、えー、32歳になりますね、はい、普通にしっかりおじさんでございます <laughs> で小説はですね、えー、10歳の頃から、えー、書き始めたと。 いうところがありまして、まあ、それでね、えー、20年ちょいという計算になるわけなんですが、ちゃんとね、ちゃんとというか、まあ、しっかり小説を書いていたのは、まあ、高校から大学くらいになってくるかなと思います。まあ、ちょうどね、えー、ライトノベルですとか、えー、アニメにですね、えー、がっつりハマっていた時期でございまして、まあ、と言っても、まあ、今もね、アニメとかラノベは好きなんですが、うん、オタクなんでね、うん、まあ、その頃はね、 えー、特に、えー、一番熱を入れてねハマっていった時期かなということで、えー、何でしょうねその頃はありがちなラブコメとかを書いていましたねうん <laughs> あのー、ちなみにということで参考までにね私の好きな作品を申し上げますけれども、えー、ゼロの使い魔尺眼のシャナトラドラ飛弾のアリアということでね あの共通項にすぐピンときた方はね察していただければと思っているんですけれどもまあまあそういう系統の作品で育ってきたオタクなんだと思っていただければと思いますはい、まあ、ちなみに最近はですね異世界転生ものばっかり読んでますけれども <laughs> はい、まあ、チート系もね、まあ、好きなんですがどちらかというとスローライフ系の方がね割と好きだったりしますね なんか異世界に転生してとか異世界に転移してとかで、まあ、村を作ろうとかねなんかそういう感じの、えー、作品が好きな、えー、オタクとなっておりますはいであとはですね、えー、声優さんとか VTuber ですね、えー、そういったものも好きなオタクでございます、えー、声優さんはですね、えー、南条吉野という方をね、まあ、かれこれ7年8年くらい、まあ、推しておりまして えー、VTuber の方はですね、まあ、主にホロライブですね。大塩マリン、桜美子、星町水星、重風ラ螺鈿などなどがね、まあ好きなんですが、まあ割とね、えー、特定の推しがこれみたいな人がいるというよりは、箱推しっぽいのかなと。 思っております、まあ、ですのでね、えー、ホロライブ好きの方はですね、まあ、ホロライブ関連のお話もすることがあるんじゃないかなと思っておりますので、えー、そういった回だけでもね、チェックしていただけると嬉しいなという限りでございます。はいまあ、ただですね、まあ、ホロライブ以外も全然見ることはありまして、 あの、麻雀がね、好きなので、まあ、その界隈でですね、え二次三次の方とか、個人の方とか、えー、見ていたりしますし、最近だとね、あのまあ、ショートからですね、まあ、青桐高校とかね、えー、見ていたりしますし、あとは、えーまあ、しぐれうい先生なんかをね、筆頭とする、クリエイター系のね、個人部位の方もね、ちょこちょこ見たりするかなという感じですね。はい。 で、ちなみにね、マージャン好きと言ったので、マージャン力に関してもね、喋っておこうかなと思うんですが、私のマージャン力はですね、ギリギリ中級者くらいかなと思っております。はい。で、わかりやすい指標としてですね、私が普段やっているオンラインマージャンゲーム、ジャンタマですね。まあ、皆さんね、やられてる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、ジャンタマのね、段位で言いますと、 え本当にね、ついこの間ですね、えジャンゴ1にようやく上がれたくらいでございまして、えー、かれこれね、えー、2年くらいはですね、えー、ジャンケツから抜けられなかったという程度のね、えー、実力になっております。はい。まあ、なので、えー、大して強くはないということでね、えー、ご認識いただければと思うんですが、まあ、M リーグですとか、あとは VTuber 界隈のね、えー、新域リーグですとかね、 そういったものも見たりはしますのでそういったお話もこのラジオ内ですることがあるんじゃないかなと思っております。ということで、まあ、自己紹介としてはこんなところでございましょうかどうでしょう皆様興味を惹かれるポイントはあったでしょうかまとめますとライトナベルアニメ声優 VTuber、まあ、そしてマージャンがね好きな まあ物書きのおじさんだとね <laughs>、思っていただければえ間違いはないかなと思います。あとはですね、えー、お仕事が、まあ、IT 系のお仕事をしていますので、えー、IT 関連のトピックだったりとか、えー、その他、まあ、社会人らしくね、えー、時事ネタなんかもね、まあ、随時喋ることがあるんじゃないかなとは思っておりますが、何かね、えー、興味を引かれたポイントがございましたらですね、まあ、来週からね、 通常運転。今週はね、この自己紹介会というかね、プレ配信的なところなので、来週からはね、通常配信でいきたいなと思っておりますので、この番組ね、引き続き聞き続けていただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、最後にお便りについてのお話なんですけれども、お便りはですね、 番組説明欄に記載のフォームからですね、えー、随時募集をさせていただいております、えー。音声投稿サイトヒアーでお聞きの皆さんもですね、まあ、ヒア r にね、お便り機能があるんですが、まあ、そちらずっと不具合を抱えていて、通知が届かないというふうな形にはなっておりますので、えー、ヒア r の方も、まあ、こちらのね、えー、フォームに統一したいなと思っておりまして、まあ、何かあればね、えー、リンクの、えー、お便りフォームから お便りをいただければと思っております。で、お便りの内容としましては、番組へのご感想、ご意見などのほかですね、なんと次回以降ですね、ちょこちょこ新コーナーみたいな形のものもね、やっていきたいなと思っておりますので、コーナーが始まりましたらですね、そちらへのお便りもお待ちしてあります。来週からのファインさんの頭の中、楽しんでいただければ嬉しいです。 ヒアーシナリオ部ヒアーに投稿したいけどネタがないなそんなあなたにヒアーシナリオ部作品はいかがですかシリアスコメディー何でもござれきっと出会える素敵な作品読んで楽しい聞いて楽しい毎月更新素敵なストーリーを今すぐチェックみんな読んでくれるよな とといいうこででエンンディングでございます、えー、ちなみにですね、えー、今間で流れた CM は私が所属するシナリオ制作チームヒアーシナリオ部の CM となっておりまして、えー、そういったね、えー、シナリオ部の活動を含めたまとめはですね番組概要欄に、えー、私のねプロフィールのリンクを貼ってありますので、まあ、よろしければね私の作品などなど、えー、見に来ていただければと思っております あの、ポッドキャストでねえ番組をやられてる方ですとかえ朗読をやられてる方ですとかえボイストラムをやられてる方ですとかえそういった方がいらっしゃいましたらえそういった方もですねえご自由に私の台本は使っていただいていいということにさせていただいておりますので、えー、ぜひぜひチェックしていただければ嬉しいなと思います。 いやーにししても喋りましたね、うん、あの一応ですね、その、ポッドキャストを始める時の心得みたいなのを調べまして、その、まあ、10分から15分くらいにしゃべる長さはしろよというふうに書いてあったんですが、まあ、完全に無視してますね。うん。<laughs> まこれはね、えー、早速倍速再生機能がね、生きてくるんじゃないかなということはあるんですが、まあ、これでね、えー、皆さんにもさせていただけ たかと思うんですけれども、えー、私ですね、まああのー、本当に話が長くなりがちでございますので、えー、逆にですね、なんかこう、家事の間、そのお皿洗いをしてるときとか、ね、風呂掃除をしてるときとか、ね、そういうなんか手が離せない間ですとか、あとはね、なんか、 寝落ちをねしたいタイミングですとかね、えー、そういうそのしばらく放っておいても流れ続ける BGM みたいなね、えー、扱いとして、えー、この番組を楽しんでいただけるのもいいんじゃないかなと思っております、まあ、とにかくですね、えー、何らかの形でね、えー、皆さんの生活にこの番組が溶け込むことができたら、えー、嬉しいなと思っておりますので、えー、来週から、えー、通常放送、えー、楽しんでいただければと 思いますどうぞ今後ともよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で明日からのお仕事も頑張っていきましょう。バイバイ。